皆さんおはようございます。私がこの磯田康さん73ですよね、はい、66の時に外国語大学に行きまして69歳で研究合格ということでね、この動画作っております。はい、まあいろんなことやってますけどね、まあ趣味でやってるチャンネルですから、全て無料でどなたでも自由に参加できますので、ということで昨日からの話の続きなんですけどね、いやいや、アメリカに10年おっても英語でけへんやついっぱいおるでって言ったら、ぐさぐさぐさっと育って人もいたようですよね。実際ね、2級レベルで十分やっていけるんですよね。ただそれはね、やっていけるっていう意味はどういうことかというと、かなり受け身的な生き方ということですよね。例えば旦那さんがおられて、まあその方が全部いろいろね仕事やっておられて、まあ、奥さんで言ってたら洗濯もして料理作ってスーパーの買い物行って、まあ、子育てやってたらとりあえずは行けちゃう。でもそれってまあ受け身的な人生をね、自分から積極的に何かことを起こしてやっていく、あるいはキーパーソンになってみんなに対してこうああだと言ったりしてやっていくという、そういう人生じゃないですよね。まあある種補完的な人生、誰かがやってくる人の周りでそれを補完しているようなだけの人生っていう、まあこれが会社である場合もありますよね。会社に入ってて、まあ会社の言いなりになって、ね、アメリカ出張で行ってんで、そこの、なんか会社員におるんですか知らないけれど、それでまあとりあえずなんか仕事してて、まあ2級レベルでもなんとかこう行けてる。でまあヨーロッパ行ってこう言われたり、ヨーロッパ行ってもなんとかまあまあ行けるという、そういうのってどうなんですかねって私は思いますよね。まあそれでもね、10年やっていくことはいけるわけですよね。でまあそれって非常に受け身的な人生ですよね。何か自分がイニシアチブを握って何か新しいプロジェクトを始めるとか、改革をやるとか、あるいは自分はまあ会社勤めを辞めて自分なりに企業を起こして何かをやり出すとか、そういうものじゃないですよね。ですからどこまで行ってもまあ補完的な生き方をしてる。だから英語も結局、まあ、とりあえずそれでいけてしまう。でそうするとそれというまあそれほどの向上心もない、なんとかこうやりくりしていくだけで、まあ、満足しちゃってるという、そういう生き方ですよね。だから、まあ、基本的に、ね、英語ができるっていうのはまあ、そこから相当真剣にやらないと到底そんなキーパーソンになって自在に英語を使って多くの人々を納得させたり、あるいは話し合いをしたり新しいことを起こすという、そういう英語じゃないですよね。だからそういうところに行くためにはやはり相当勉強しないとそのレベルには到達しないですよね。だから生き方が英語力を決めてるっていう、そういうことだと思いますわね。でこの前もねロサンゼルスでね日本人に英語を教えてる、まあ、先生がおられるんですよね。でその方が長年日本人に英語を教えてきて、今まで一番すごい上達早かった、これはすごい生徒だなと思って感心したのは誰かって言ったらね、大阪じゃないわ、東京から来たのかな、寿司屋の職人さんが来て、ロサンゼルスで寿司屋をやりたいということで半年後に開店するということでね、でそれでいろいろ開店準備しながら、もう当然英語もできない分に話にならないから言うんで、必死になってやってきて、で半年間でだいたい普通の生徒が 2,3 年間かかってやる分ぐらいをやっちゃったということなんですよね。だから普通にロサンゼルスで日本語を教えてるって言ったら、駐在員の奥さんとか送迎な人たちですよね。そういう人たちを相手に教えてるって、大体生徒の進捗具合っていうのは長年やってたら分かりますよね。これぐらいの時間やって、まあまあこんな感じかなっていう、そうすると大体普通の方が 2,3 年かかる分を、ね、半年でやっちゃったって言うんですよね。でそれはなぜかといったら、別にそんな学歴があるとかそういうことじゃ全くないんですよね。要するに半年後に何としても寿司屋さん回転せんならんかったら、もう税が人もできないことに話にならないからというその気持ちですよね、切羽詰まった。それとやっぱり自分がそこの主になってやってるという、トップリーダーになってやってるという、それですよね。だからいつまでたってもその
トップリーダーの周りにいて、まあまあ、その、お付きをやってる部分には、2級レベルでいけちゃうということですよね。だからそれに立って上へ行く人になるためには、だからまあそれがね、人生ひっくり返していってるっていう、だから要するに人生が変わるような英語というか、人生を変える英語かな、英語によって変えるというか、人生を変えるって中の英語っていう、そういう感じですよね。そうなふうになっていったら、それはもう英語力も飛躍的に伸びてくるし、自分の人生っていうのは全く変わったものになっていきますよね。まあ、やっぱりそこが要かなと思いますよね。だからどういうの、まあ、アメリカにおるからとか、あるいは日本におるからとか、そういうのじゃないですよね。自分がどういうふうにして自分の人生切り開いてやっていくかという、もう全てそれにかかってきてますよね。まあ、英語力もそれにかかってくるということですよね。だからまあ別に特にそこまで考えてないと、まあまあ補完的にちょっと趣味的にやってんだという、そういう生き方ですよね。そういう生き方からは、そういう生き方のレベルの英語しか生まれてこないということですよね。だから上達したいんだったら、まさに人生を変えるようなことをやらないことには到底そんな上へはいけないということですよね。で、また上へ行けるような人っていうのは人生変えていってるますよね。それはもう私ここで何人もそういう方を見てきましたですよね。で、まあ残念ながらね、多くの方はまあなんとなくこう趣味的に補完的にやってて、まあどうなるかというと、まあ大体1、2年ぐらいでいつの間にかいなくなっちゃうという、それが一番多いですよね。まあ2年もやってて、結局どこまで行っても同じようなことをやってるので、まあだんだん嫌気がさしてきて、なんとなくやったりやらなくなったりして、やがてはこう遠ざかっていくという、まあそこにあるのは必要性もないし、人生の希薄もないし、何なんだそれって言いたくなるよね。だからそんなんだったら、他にもっと面白いこといろいろあると思うんだよね。別にそんな無理して英語やらなくてもね、他に楽しいこといろいろあると思うんで、まあ、そんなことでもやられたらいいんじゃないかなと思いますよね。まあ、どういうふうにして英語人生を決定してやっていくかっていうのは、もうこれを見られてる方が、決めるべきことなんですけれども、まあ同じやるんだったら、自分の人生ひっくり返すぐらいの勢いと、人生実際に変わっていってるのいますよね。今まで何人もそういう方出てこられてますよね。そういう方を見られたら、すごいなというふうに私は思いますよね。で、ぜひ、まあ、そういうレベルを目指してやっていったら、本当にこれから面白いことが起こってきますよということで、今日は終わります。